皆さんお久しぶりです。3ヶ月前に受験勉強に集中するとか言って活動休止していましたが、結局僕という人間には勉強一択は向いてませんでした。やっぱり茶番劇も作りたいと思ってタイトルにある通り活動再開することにしました。投稿頻度に関しては今まで通り不定期です。そしてまずリアタイ視聴者様数の回復のためにチート無能力者シリーズの総集編を出します。その後は基本的に女体化シリーズですけどね。最後に勘違いしている方がいたので言っておきます。僕は現在高校2年生なので実際のところ受験はそこそこ先の話です。まあその頃精神的に不安定だったんでしょうね。今思えば気候だったのかも。もしかしたら今回の再開も気候。あと久しぶりに見たらチャンネル登録者が300人以上も増えてました。ありがとうございます。というわけでまたこのチャンネルをよろしくお願いします。